こんにちは、まーです。小さな宇宙をレジンで作ってみませんか？材料はこれ。作りながら見ていきましょう。それでは早速作っていきます。先ほど文字で出していたんですけど、材料はこんな感じです。この車の枠を土台に作っていきます。こちらは宇宙っぽい星や月の飾りが入っています。今回4色使いたいので、パレットはこちらを使っていきます。車の型には裏側がないので、こちらのジェルマットを使って作っていきます。こちらのジェルマットはライトが届く範囲にセットします。レジン液を入れてからは動かせないので注意してくださいね。それでは4色のレジン液を作っていきます。まずレジン液を4箇所に入れて、着色剤を入れていきます。着色剤は気持ち多めに入れて、濃い色の方が綺麗に宇宙が表現できたような気がします。レジン液は太陽光でも固まってしまいます。お天気がいい日だと結構すぐに塊ができてきたりするので、カーテンを閉めたり影になっているような場所で作る方がいいです。それでは色を混ぜて入れていってみましょう。こちら黒色です。この車の枠の周辺、周り側に黒色を入れていきます。続いて紫を入れていきます。後からピンク色と青色も入れたいので、量を調整しながら入れていってます。こぼれちゃったなんてこともあると思うんですけど、後から取ることができるのである程度は大丈夫です。キーホルダーにしたい場合は丸い穴にだけは垂れないように気をつけてください。ピンクと青を入れたら少し混ぜます。ここで一旦硬化します。ここからは飾りをつけていきます。まずはレジン液を少し垂らして、ピックを使って平らにしていきます。タイヤの部分も忘れずに入れておきます。そしてこの宇宙パーツ、月や星などのキラキラを乗せていきます。これがとってもいい働きをしてくれているように感じます。一気に宇宙っぽくなってきました。豪華にたくさん乗せていってみてます。乗せ終わったら硬化しました。取ってみます。とりあえず周りにはみ出ているレジン液をニッパーでカットしています。こうやって簡単にはみ出た部分取ることができるので、細かいことはちょっと苦手っていう方でも最後綺麗に仕上げることができるかと思います。今こんな感じに仕上がってます。まだここから宇宙感出していきます。調色パレットにレジン液を入れて、ここにグリッター、細かいラメを入れていきます。混ぜてから車の表面に塗っていきます。ラメはまんべんなく塗るよりも濃いとこと薄いとこがあった方が宇宙感が出るような気がしました。硬化したら出来上がりです。こんな感じです。こちらの車の型は後ろ側のない空枠だったのですが、こちらはミール皿といって後ろ側があるものです。こちらでも宇宙を作ってみました。そして今回はこちらのケラッタさんのレジンスターターキットを使わせていただいております。なかなかレジン材料が多くて一つずつ集めるのは大変かと思いますので、こちらのレジンクラフトセットがあるととっても簡単に作ることができましたよ。概要欄にもおすすめポイントなど載せておきますので、よかったら参考にしてみてくださいね。ここからは自由研究のまとめ方の例をご紹介します。参考にしてみてくださいね。まず一つ目はタイトルと名前です。みんなに興味を持ってもらえるようなタイトルをつけてみましょう。そして学校や学年、組も忘れずに書きましょう。二つ目は研究のきっかけです。このテーマを選んだ理由を素直に書いてみましょう。三つ目は調べたいことです。例えばこんな感じでしょうか。予想も書いてみましょう。四つ目は用意したものです。文字で書いて写真も貼るとより分かりやすいものになります。5つ目は作り方です。作り方の手順は写真と文章で分かりやすく説明しましょう。6個目は分かったことです。
3番で調べたいと思っていたことが結果どうだったのか書きましょう。そしてさらに分からなかったことは調べてこの7番に書きましょう。8番は感想。今回この自由研究をしてみて面白かったことや予想と違ったこと、予想通りだったこと、また今回の結果から新たにこんなこと調べてみたいなって思いついたことなどを書いてみましょう。そして最後9番は参考にしたものです。調べるときに使ったものを書きましょう。レベルアップ、なぜこういう結果になったのかなど考えたことや課題も書いておくとさらに素敵な自由研究になりそうです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。